梵天丸の森役か。森役選びは難しいの。心得ております。中高の誉れ高く文武の両道に秀で武将の器の何たるかを熟知したるもの。しかも梵天丸の傷ついた心身をたくましゅう半くむる度量を持ったもの。家中にめぼしい若者は亡き時には杉の目から使わしてもよいぞ。それには及びません。元信の推挙する者がおります。名は何と申す。大分郡八代郷の新官、片倉景重の娘、北にございます。女ではないか。恐れながら中高の誉れ高く文武両道に秀で武将の器の何たるかを熟知いたしております。バカを言わっしゃい。北はまだ小娘じゃ。森役の退任が務まってたまるか。懸念は無用じゃ。北はこの鬼岩左月義直の血を引いておりまする。左月の娘か。娘ではござらん。血を引いとると言ったではないか。勝手は娘でござったが今は娘ではござらん。それはどういうことじゃ。母親ともども当の昔に離別つかまつりました。離別されたその妻が娘の北を連れて新官片倉家に嫁いだのでござる。言うな元信。何の魂胆あって拙者の系図をほじくり返す。吠えるわ左月。我がの森役は北を置いては他にはないと申し上げた。やめてよば。とは元の場違いを取りまする。何ぞ。嬉しいぞ二人とも。森役は早急に決めねばならん。明朝美濃国北に目通りいたす。こらえました。ご息女北殿ただいま参着いたしました。どうせそれが大層ご酩酊の様子で。酩酊。少々ここだ。さっきもめ下がれ下がれ。ああ待てもドラム。これがそちの推挙した娘に相違ないか。恐れ入ってます。面白い。北平表を上げ。はい。酒を好むならもっと飲ませるぞ。いやもう、ああお部屋が回ります。殿様のお顔が二つ、いえ三つに見えまする。こしゃくな。北殿。
北に次はござらん。何とこの三列目に仕事もありますよ。やはりお主のからくりか。北はお手打ち覚悟で亀いっぱいの酒を飲み三条を捕まつった次第にございます。何、昨夜拙者は北を呼び、お前ごとき道雲は若の森役となってはお家のためにならん、粗相をして生き恥をさらす前に蓄電してしまえと申し渡しました。うたいな。さりとて片倉家としては殿のご加盟に背くこともならず、板挟みとなった北は暮れの末あえて殿のご不興を買うべくかかるご無礼を働いたしたい。公爵の真似をしよって。なんとでも申せ。わしもあまりのことに仰天いたしておる。殿、何とぞ北をお許しくださりませ。御前でのけしからぬ振る舞いはご明察の通り忠義心より発したものと心得ます。せよ、忠義心にございます。ご無礼は断固な三月万死をもってお詫び申し上げます。待てる。はあ、明日もう一度北を呼べ。はあ、ありがたき幸せ。ただし白筆小手に承知使わせました。